カフやったぞ。また俺の昇進が決まったぞ。本当に？おめでとう、すごいね、ユースケ。ま、でも俺なら当然って感じの結果だけどな。部署で一番仕事できるし、俺は自他ともに認めるエリートだからな。そうだね、ユースケは本当に毎日仕事頑張ってるもんね。その努力は報われて私も嬉しいよ。ああ、お前みたいな主婦には俺の努力なんてわからないだろ。知ったような口聞いてんじゃねえや。なんでそんな言い方するの？せっかくユースケの昇進をお祝いしてるのに。年収ゼロ円の嫁にお祝いされてもな、全然嬉しくないんだよな。ミカからお祝いを言ってもらえた時は結構嬉しかったけど。私より先にミカさんに昇進のこと報告したの？あいつはお前と違ってバリバリ働いてるからな。やっぱり仕事の苦労と昇進の喜びがわかるのは大企業で活躍中のバリキャリ幼なじみだよな。そう、ミカさんも相変わらずお仕事頑張ってるんだね。ああ、また大きな仕事に関わってるらしいな。あいつは昔から賢かったけど大人になってもすごいよ。今じゃ俺以上に稼いでるし。そうなの？しかも昇進祝いにって俺にハイブランドの財布まで買ってくれてさ、本当に自慢の幼なじみだぜ。ミカさんからそんなプレゼントもらったの？家でゴロゴロしてるだけのお前には一生できないプレゼントだな。ちょっと、その言い方はさすがにひどいんじゃないの？私は毎日家のことをやってるんだし、仕事に集中できるようにサポートしてくれって私にそう言って仕事を辞めさせたのはユウスケでしょ？あれ？そうだっけ？でもお前にも断る権利はあったはずだし、どうせ内心は寿退社して楽な専業主婦になれるのを喜んでたんだろ。私が最後まで嫌だって言ってたこと忘れたの？なのにユウスケがどうしてもって言うからキャリアを諦めたのに。そこまで言うなら私もそろそろ働きに出るよ。ああ、今更お前が。最近はユウスケの専業主婦をバカにする言動に耐えられないし、そこまで言われるならいっそパートでも何でも働きに出た方がマシだよ。専業主婦のお前がすぐに仕事見つけられるほど世の中甘くないぞ。ろくな履歴書すら書けないくせに専業主婦のお前を雇う会社なんてないだろうな。そんなのわからないじゃない。現実を教えてやってんだよ。まあでも社会で働く厳しさを知るいい機会か。ただし働きに出たからって家事は一切手を抜くなよ。分かったわ。その代わり私が仕事も家事も手を抜かないうちは二度と私のことをバカにしないでよね。どうせ仕事見つけてもすぐに辞めるくせに。期待はしてねえけど、まあとりあえず頑張ってみろよ。ねえカホさん、ユウスケから聞いたんだけど働きに出るんだって？うん、ずっと家にいるのも飽きましたし、それに最近のユウスケは専業主婦のことをバカにしてる感じですし、だったらせめてパートでも始めようかなって。まあ外で働いてる身からすると家にいるだけって暇そうにしか見えないもんね。家事なんてどう考えても仕事に比べたら簡単だし、ミカさんもそういう考えなんですね。ごめんごめん、別にユウスケと一緒になってバカにしたいわけじゃないの。カホさんに連絡したのはね、お仕事を紹介してあげようと思って。本当ですか？パートとはいえ無能な専業主婦を雇いたがる会社なんてないでしょ。だからこれ私が特別に紹介してあげるわ。無能な専業主婦ですか？ああ、傷つけちゃった？ごめんね、私って昔から思ってること全部言っちゃうんだよね。それでよくユウスケにもお前は正直すぎるって怒られてて。いや、もう慣れましたから。結婚式の時にも私にそのウェディングドレス似合ってないって普通に言ってきましたもんね。うわ、まだそのこと覚えてたんだ。まさか結構根に持ってる感じ？いえ、あまりのインパクトでよく覚えてるだけですよ。それで、ね、お仕事の紹介の話ですが、どういうお仕事なんですか？私が働いてる会社の下請け工場よ。常に人手不足で無能な専業主婦でも誰でもいいから欲しいんだって。つまり未経験大歓迎ってやつですね。それだったら渡しても問題なさそうです。ただ時給860円なんだよね。でもあなたには十分すぎるくらいだよね。まあ大した職歴もないですからね。会社も5年も経たずに結婚して辞めちゃいましたし。だよね。むしろ採用してくれるところがあるだけでありがたいって感じよね。汗水流す底辺工場勤務だろうが仕事があるだけ嬉しいよね。
底辺工場勤務って、それは下請けの人に失礼なんじゃないですか？はあ？私より稼ぎ少なくて毎日泥臭く働く仕事なんて底辺でしかないって。ごめんごめん、バオさんはこれからその底辺の仲間入りするんだもんね。自分が底辺って言われたみたいで傷ついたよね。それで謝ってるつもりなんですか？とりあえず仕事内容はすごく簡単らしいから安心したね。所詮下請けのパートだし、大した職歴もない無能でもできる仕事のはずだから。わかりました。あー、でもだからって手を抜かないでよね。あんたが手を抜くと、紹介者の私の顔に泥を塗るようなもの。せっかく紹介してあげるんだから、いくら無能でも迷惑だけはかけないでよね。はい、ミカさんに迷惑かけないように頑張ります。せっかくのご紹介ですし、ぜひよろしくお願いします。じゃあ早速下請けに連絡しておくわね。ありがとうございます。こんなに早く仕事が見つかると思ってなかったので嬉しいです。どういたしまして。でも別にお礼なんていいからね。カオさんは大事な幼馴染の奥さんだもの。これくらいはしてあげないと。ありがとうございます。それじゃあ頑張ってね。エリート旦那の嫁が底辺工場勤務のパートって笑いが止まらないけど、まあでも身の丈に合った仕事だと思ってね。今日もミカと飲んで帰るわ。また駅前で偶然会ってさ。今日の晩飯はいらないからな。連絡遅いよ。もうご飯も作っちゃったのに。それにユウスケ最近ミカさんと飲みに行きすぎじゃない？ああ、なんだよ急に。前から気になってたの。最近やたらと二人きりで出かけるの多くない？あ、だったらなんだって言うんだよ。俺がいつ誰と飲もうが俺の自由だろ。飲みに行っても問題ないぐらい稼いでるんだし。そうだけど、私もパート始めたし、私も土日は仕事があったりするし、夜ご飯ぐらいしか夫婦二人の時間なんてないのに。ここ最近ずっと一人でご飯で寂しいな。いい年した女が寂しいとか気持ち悪いこと言ってんじゃねえよ。それにパートの分際で夫に口出しとかありえないから。分際って、私たち夫婦で対等でしょ？対等？笑わせんじゃねえよ。俺の年収の半分も稼いでないくせに。お前さ、最近働き始めたからって調子に乗ってきてるよな。所詮底辺工場のパートのくせに。何ですって？ああ、このエリートの俺の読みが底辺工場のパートとは、俺としたことが結婚相手間違えたかもな。え？ミカと結婚してたら大企業勤めのパワーカップルだったのに。それでこそ夫婦で対等ってやつだよな。何それ、私と結婚したこと後悔してるって言いたいの？そういうわけじゃないけどさ、お前よりミカの方がいい妻になるだろうな。お互いに仕事に理解もあるし、きっと今より幸せだっただろうな。やっぱり夫婦ともにお互いを高め合える関係は理想っていうか。そっか、私なりに家事も仕事も頑張ってるんだけどな。お互いに支え合えるように、高め合えるように。でも私じゃユウスケはダメなんだね。ああ、それのどこは頑張ってんだよ。家事もパートも俺の仕事に比べたらどれも簡単すぎるし。じゃあもういいです。何をやっても評価してくれないならやらなくても変わらないよね。私も家のことは一切しないから。ああ、雑魚パートのくせに生意気なこと言ってんじゃねえぞ。家のことはお前の仕事だろ。職務放棄してんじゃねえよ。だったらさっきの言葉を撤回して。もう私だって我慢の限界だよ。うるせえ、全部事実だろうが。底辺工場勤務のパートのくせに偉そうに。収入が少ない方が偉い方に従って当然だろ。わかった、そうするね。時給860円のくせに、情けない稼ぎしかない嫁が偉そうにすんじゃねえよ。私、下請けパートから本社社員に抜擢されたの。それに今じゃ美香さん以上の稼ぎなんだけど。は？お前急に何言ってんだ。信じられないかもしれないけど本当だから。そしてユウスケより稼ぎがあるわけだけど、それだけあれば情けない稼ぎとは言わないよね。は？お前が俺より稼ぎがあるわけないだろうが。たかが半年パートをやっただけのくせに、つまんねえ冗談なんか言ってんじゃねえぞ。だから本当なんだって。私学生時代から資格マニアでいろんな資格持ってるのよ。だからパートで入ったけどすぐに重宝されてね、あっという間に下請けの社員になったの。でもそこから
本社抜擢はさすがにおかしいだろう。あいつの働いてる会社は外資系の超有名企業だし、俺が働いてる一流企業よりもさらにランクが高いんだぞ。だから私でも声がかかったのよ。とにかく実力主義で結果を出せば絶対に出世に反映されるんだって。それで工場の売り上げを2倍にした私にも声をかけてくれたのよ。まあでも半分はラッキーなところがあったんだけどね。つい半年前まで専業主婦だった経歴も本社じゃ前向きに捉えてくれたみたいでね。半年でこの結果ならさらに期待できるはずだからって、期待を込められた大抜擢なの？そんな嘘だろ。だってお前はただの専業主婦で社会経験だってたった数年しかないのに。自分でもびっくりだよ。ゆうすけにミカさんにもバカにされ続けた私だけど、絶対に二人にあっと言わせてやると思って頑張り続けたの。その結果が報われて嬉しいな。なんだったら今はミカさんと同じ部署にいるし。そうなの？何も彼女から聞いてないんだね。最近はほぼ毎日一緒なのに。ごめんごめん。彼女の気持ち考えたらそうだよね。あんなにバカにしていた私が正社員で自分が派遣だなんて、そんなのプライド的に言えないよね。あ、ミカが派遣だと？そうみたい。私も会社で会ってびっくりしたよ。あれだけ私のこと無能だとか言ってたのに、ミカさんって有名外資系企業で働いてるけど、ただの派遣社員、正社員じゃなかったの。そんな嘘だろ。だっていつも大きな仕事を任されたとか言ってたし、何度もあいつの昇進祝いだってしてきたし。ついユウスケに合わせた話を持っちゃったんじゃない？二人ともエリートな自分に酔ってるところあるし、プライドもそれなりに高いもんね。そんな、まあそんな話はもういいか。それよりもユウスケに大事な話があるんだけどいいかな？なんだよ、次は何の暴露が始まるんだよ。暴露っていうかお願いかな。どうか私と離婚してください。あ、何言ってんだ。離婚で冗談だよな。私は本気だよ。それにユウスケに拒否権はないからね。え、収入が少ない方が偉い方に従うんだよね。それは違う、そういう意味じゃなくて。ちょっと、私より稼ぎが少ないのに文句言わないでよ。私の方が稼いでるのは事実だし、私の言うこと聞かなきゃだよ。嘘だろ。それじゃあユウスケたちは今日も二人で飲んできなよ。その間に私は離婚届もらってくるし、荷物もまとめておくから。それじゃ楽しんできてね。ふざけんじゃないわよ。よくもユウスケに私が派遣だってバラしたわね。いくらプライドが高くても嘘はダメだよ、ミカさん。派遣でもユウスケにとっては大事な幼馴染なんだから、自信持って。うるさい、調子に乗るんじゃないわよ。たかが本社入りしただけで、あんたって本当に可愛くない女ね。そんなんだから愛想つかされるのよ。へえ、ミカさんの前でもそう言ってたんですね。そうよ、ユウスケはいつも言ってたわ。あんたなんて使えない嫁だって、結婚相手間違えてたって。運よく本社社員になれたとしてもね、旦那に愛されてないんじゃ女としての人生終わってるって。そうかもしれませんね。愛してくれない旦那と必死に連れ添っても意味ないですし、だから私実はユウスケに離婚宣言したんですよね。え、ついに別れてくれるの？ええ、だから慰謝料お願いしますね。慰謝料ですって？ただの幼馴染とか言い訳はやめてください。もう十分すぎるぐらい二人の浮気の証拠があるんですから。何ですって？ただの幼馴染にしては距離も近いし、ミカさんは私を敵視してるし、しかも私がパートに出てから二人は毎晩会うようになりましたし、さすがにただならぬ関係だったことぐらいわかりますよ。デートの写真もホテルの領収書もありますからね。そんな、一体いつから。いや、やっぱり自分の稼ぎがあるっていいですね。好きな時に好きなだけ更新所に依頼できますし。更新所なんて使ったの？家事に仕事に追われてたら浮気の証拠を探してる暇なんてありませんから。というわけで離婚するので慰謝料お願いしますね。そんな嘘でしょ。あれ、どうしたんですか？派遣とはいえ大手外資企業勤めなんですもの。そんな美香さんには支払いなんて難しくないでしょ。まさか時給860円なわけでもないですし。それはそうだけど。じゃあ後日弁護士から連絡があると思うので楽しみにしていてくださいね。
にいるんだ。頼む、帰ってきてくれ。離婚が成立するまでは帰りません。リビングに置いてある離婚届にサインして出してきてください。いやだ、俺は離婚したくない。今までのこと全部謝るから俺とやり直してくれ。え、本当に私とやり直したいの？当たり前だろ。今までお前をバカにした言動ばかりして本当にごめんな。じゃあ聞くけど、私と同じことできるの？え、同じことってどういうことだ？あなたが言ってたでしょ、収入が低い方が全て言うこと聞くって。私とやり直すってことは、今度はユウスケが私の言うことを何でも聞くんだよ。え、朝5時起床、朝食準備、洗濯掃除、夕食の買い出しと料理、それにあなたの実家に定期的にお手伝いにも行って、時にはあなたの代わりに親戚の集まりにも手伝って。そんなにしてたのか。それに加えてもちろん日々の仕事もね、全部できる覚悟があるからやり直したいって言ってるんだよね。いや、それは、あ、忘れてた。私より情けない稼ぎのくせにって罵倒も受けながらこなしたね。私はそれが毎日だったんだから。嘘だろ。どう、できそう？できないならもう終わりってことで離婚になるけど。あの、本当にごめん。俺ようやく反省したよ、どれだけお前にひどいことをしてたか。でもこれからはさ、二人で全部協力していこうよ。お前が俺を恨んでてやり返したいっていう気持ちもわかるけどさ、復讐は復讐しか生まないっていうし。はぁ、綺麗事言ってんじゃねえぞ、浮気までしてたドブネズミ男が。そんな綺麗事が通じる範囲はとっくに超えてるのよ。あんたの言動で私はずっと傷ついてた。その傷はもう一生消えないんだからね。ごめんカホ、俺本当にバカだったよな。気づくのが遅すぎるのよ。どんなに謝られても私はあなたとやり直すつもりはありません。それじゃ早めに離婚届にサインよろしくね。世間体を気にしたのか、弁護士を出すぞと連絡すると、ユウスケはあっさりと離婚届を出してくれました。その後私は仕事により一層集中することができ、毎日楽しく働いて暮らしています。派遣のミカさんは気まずいのかいつの間にか辞めており、ユウスケも浮気での離婚が地元や会社内にも広がり、周りから腫れ物扱いを受けているそうです。てっきり二人はそのまま結婚するかと思いきや、周りの目を気にしてそれっきり疎遠になってしまったと聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。